Hello everyone! Welcome to my channel! This is Sakura! 皆さん、こんにちは。Sakura です。今日の動画では、大学生1学期を振り返って感じたこと、そして成績の合否を皆さんに発表します。結果の方は、ズバリ、全教科合格でした！イエーイ！数日前、少しドキドキしながらファイナルグレードの方を確認したんですけれども、全教科すべて合格ということで、今とてもホッとしています。で、私が今大学でどういったコースを取っているかっていうのを簡単に皆さんに説明しますと、私は今大学で学びたい主専攻のためにカレッジでファンデーションコースで1年勉強をしています。このコースはいわゆるオーストラリア大学に進学するために必要な基礎学力、知識、スキルを身につける留学生向けの準備コースです。で、どういった経緯でこのコースを受けようと思ったかはこちらの動画で結構詳しく説明しているので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。今学期はファンデーションコースでアカデミック・イングリッシュ・サイエンス・アドバンス・マテマティクス・スタディ・オブ・ソサイエティの4科目を受講しました。で、このコースは選択科目とかは一切なくてですね、自分の専攻に合わせてカレッジ側から科目の方を割り当てられます。このコースの恐怖としてではですね、この1学期間で1科目でも単位を落としてしまうと、来学期また同じ科目を取り直さないといけないんですね。すなわち、このファンデーションコースで受ける8科目すべてクリア しないと、大学へ入って自分の主専攻を学べないという負のサイクルになります。でも、この現実をオーストラリアン大学へ入る前に知った時は、もうすごい不安な気持ちでしたし、もう怖さも感じました。ただ、本当に絶対合格してやるんだっていう強い気持ちもあったので、今こうして無事クリアできたということで、とりあえずほっとしていますし、夏休みすごく楽しく過ごせそうで、とても喜びを感じています。1学期を振り返ると本当にあっという間でした。大変だった思い出も、本当楽しかった思い出も様々です。やはり今授業とか課題に関してはやっぱ全て英語だったので苦戦した部分もありました。本当アカデミックな単語もたくさん出てくるし、わからないこう文章だったりとか理解するのにも時間がかかったりもしました。何よりも授業の進むスピードが速くて、一科目2時間という授業時間の中で本当に内容がもうぎっしりと詰まっていて、こう先生の話すスピードも速かったりとか、本当どん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 こう次々っていう風に内容が進んでいくんですね。なのでその日のうちにこう理解して帰ることを意識しました。わからないこととかはやっぱ先生とかすぐ隣にいる友達に聞いたりとかして、どん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 遅れを取らないように頑張りましたね。ファンデーションコースは留学生向けの準備コースっていうこともあって、こう先生がすごい親身になってわからないとこあるとか聞きに来てくれる先生もいたんですけれども、基本的にはなるべく自分でフィードバックを聞きに行ったりとか、課題の期間中とかテスト期間中はどういったところをポイントを押さえておくべきかとか、どういった内容でまとめるべきかとか、本当にそういったこととかも全部先生に積極的に自分から聞きに行きました。積極性は本当に留学生活もそうですけれども、大学生活でもすごい重要です。また1週間のスケジュールはだいたいこんな感じで、基本的に朝から夕方まで授業で埋まっている日が一週間を通して多かったです。だいたい4時に授業が終わった後、30分休憩して、4時半から4時間勉強して、家へ帰ってご飯を食べてまた勉強みたいな感じの繰り返しでした。平日は基本的に5時間、多くて6時間勉強していましたね。本当に日々毎日、学校が終わった後図書館へ行くっていうのを習慣化してました。家へ帰って、こうやって部屋へ帰ってくると、ふーって落ち着いてしまって、なかなか勉強が手につかなかったりとかするので、何が何でも、とりあえず図書館へ行って、何かしら勉強してから帰るっていうのを本当に頑張っていました。ある意味、本当図書館へ行って、この時間集中して頑張るぞって決めると結構スイッチが入って、自分的には勉強へ向かう姿勢が整えやすかったです。休日だと、大体土日両方勉強していることが多かったんですけど、特に課題が多い週とかだと、10時間以上勉強している日がありました。課題が少ないと、10時間いかない日もあったんですが、土日それぞれで、10時間、10時間。
ていう日が、まあ、課題が多い週は特に多かったです。一学期間人生の中で一番勉強してるというか、一番机に向かっているんじゃないかっていうくらい、自分でも感じるくらい勉強をしました。まあ、簡単に本当にこなせそうって思う課題でも、いざ始めると、あれこれ何だったっけとか、こうわからない問題が出てきて、そこをこうクリアするのにもまた時間がかかったりとか、あとわからない単語とか文章をまあ理解するのにも時間がかかったりとか、しましたね。本当に簡単にこなせることはなくて、やっぱりそれなりに時間をかけて勉強する、理解できるまで時間をかけるっていうことが本当大切だなって思います。時間をかけることによって理解をさらに深めることができるし、まあ、自分にとっても本当にメリットがたくさんありました。本当に損はないです。今ここで踏ん張ってこう勉強と向き合うっていう時間は本当に大切だなって思います。時には集中できない日も、すごいやる気が起きない時もありました。そういった時はやはり友達や家族、そしてこの動画を見てくださっている視聴者さんからいただいたすごい温かいメッセージにとても助けられましたし、やる気をもらえました。特に現地でできたお友達とは一緒に勉強したりとか、授業終わった後にちょっと図書館で話したりとか、シティへ行って夕飯を食べに行ったりとか、そういった些細な時間なんですけれども、まあそういった時間が本当自分にとって勉強を頑張れた源だなって感じています。本当に周りの支えなくここまでは来れなかったと思うので、本当に感謝したいです。ありがとうございます。そして大学に入ってですね、個人的にこの1学期で責任感と、あとは時間管理がうまくできるようになったな、向上したなっていうふうに感じます。本当に時間管理は大学生活の中で重要だなっていうことをもうとても感じました。課題をこなす時間もそうですし、やっぱ授業が大体私の場合1日ある中で、やっぱ限られた時間で勉強、課題だったりとか、あとはテストに向けた勉強をしていかないといけないので、平日のスケジュール管理、あとは休日、どういうふうにここは休んで、ここは勉強してってこうスケジュール立てをしていくかっていうのもすごいポイント、重要なポイントで、私は Google カレンダーとかを活用したり、あと To Do リストとかを作ったりして、なるべく時間にスムーズに余裕のあるように準備をしました。まあ私はあまり時間管理が得意ではないっていうのを前回更新した動画で話したりしているんですけれども、まあ、この1学期でだいぶ向上できたかなっていうふうに感じてます。責任感については、まあ、この1学期間何が何でも絶対にクリアしてやる、全部合格してやるんだっていう気持ちもあったので、まあ、自分自身ですごい責任を感じている場面もありました。でもこの気持ちがさらにモチベーションにつながった、まあ、理由の一つでもあります。また日々の授業出席や、まあ、課題提出に関しても、もうすべて個人の責任という感じで、本当に時間や期限は厳守でしたし、特に課題のことについてお話しすると、課題の内容もそうですが、課題提出で求められていることを理解することもすごい重要でした。例えば論文であれば、決められた文字数を守ること、プレゼンテーションであれば決められた時間内に内容をよくまとめて発表すること、こういった本当些細なことなんですけれども、これでも結構大きく成績に関わってきたりします。少しオーバーしているだけで、トータルスコアからどんどん引かれてったりとか、まあ、文字数もそうですね。なので本当にそういったことを全部自分で理解するっていうのは、やっぱり授業に、日々の授業に参加することからつながってきますし、提出期限に関しても自分で理解したり、先生に聞きに行ったりとかして確認をする。こういった場面から、やっぱ時間管理と、あとは責任感ですね、がさらに向上したかなって感じてます。本当来学期にもさらにつなげていきたいなって思ってます。また、うまくいかないことからのストレスだったりとか、落ち込むとか、いろいろな、まあ、感情がある中で、また勉強に向かう姿勢を整える、感情コントロールが本当に重要だなと思います。すごいストレスがある日とかは、一旦勉強をやめて、こう何かを楽しいことを友達としに行って、まあ、気分転換をしに行ったりとか、逆に今はテスト期間だから、この期間は頑張ろうとか、自分で、自分に気合を入れたりとか、自分自身が一番理解してあげるっていうこと、これはすごい大学生活の中で、重要なポイントかもしれないです。入学前のすごく不安だった気持ちは、まあ、どこかへ、
期へ一歩前進できた気がします。まあ、この調子をキープしながら来学期、まあ、来セメスター、そして大学生活と頑張っていこうと思うので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで、まあ、私の1学期の振り返りと、まあ、合否がどうだったかっていうことを皆さんにお話し しました。まあ、来学期はですね、まあ、さらに楽しみなんですけれども、もっと皆さんに授業の様子だったりとか、まあ、大学生活の様子をですね、もっとお届けできればいいなと思ってます。今日も最後まで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching. Have a nice day. Bye.